5万円か1万円。いや、絶対違う。めちゃめちゃ久しぶりじゃない？めっちゃ久しぶり。やばいよね。え、いつぶり？多分1ヶ月ぶりだよね。うん。先月から見た記憶しかないから、もはや。そう。いつの間に生きて、いつの間にいなくなったみたいな。お金系。あ、お金系か。パチンコ？こっち？こっち？こっち？これでパチンコあるじゃないですか、これ。いや、こっちね。ちょっとこの1ヶ月ハマった。おい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 、ギャンブルにハマった女がいると、ここに。てか、ギャンブル自体あんまやんなかったよ。全然やってなかったよ。そう、いきなりなの。え、普通になんか大丈夫？なんか辛い日々を送ってたみたい。あれかな。その期間、その1ヶ月間はちょっと辛いことがあって。いやいや、でもトータルは勝ちだから。あ、トータルは勝ちなんだ。まあ正直言うんだったら、その勝ってるんだったらいいとは思うけど、でもなんかお店に来てくれる頻度が少なくなってたから。そうそうそう。うん、他のギャンブルにめっちゃ興味がある。ちなみに、それ全部かける。誰かに絶対かける。絶対かける。深いしだね。普通のギャンブル。それって本当に勝ってる？え、いや、長期的には勝ってる。長期的には。ってことは、ここ最近はあんまりみたいな、結構落ちてる。今はマイナスかもしんないけど、うん、次は勝てるかもしんないから、うんうんうん。パチンコ？もともとじゃあ、なんかパチンコ行くような子じゃなかった。最近行き始めたんですよ。初回だな、なんか友達に。うん、その子がめっちゃジャンプしてる。うんうんうん。で、一緒に友達に行った。なるほどね。はいはい。それで結構やっちゃってる。やっちゃってた。やっちゃってたね、今のは。いやいやいや、まあまあまあ。ギャンブル最近やんないから、もともとやってたけど、うん、時間ももったいないし、お金もね、結局負けちゃったら入ってこないから、だからやんないから最近やって。最近一緒に今お店通ってる友達のところでふりかけ作ってきた。はい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 。それを体感するために、あ、ギャンブル行ったみたいな。3日前ぐらいに100万当たった。100万当たったぐらいです。100万当たった。うんうんうん。で、それで高額のふりかけ来た。査定に、はいはい、調子乗ったりで、そこからなんかマイナスで、それはまだ返せてない。で、その100万買ったお金は現金で入れなかった、お店に。いや、なんか今私がいい感じに乗ってるから、はいはいはい、いいよみたいな、入れなかった。そのまま上に行ったかもしれないから、で、増やそうみたいな。ふりかけのさ、果実とか大丈夫？確かに。いや、大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。そう、それで相談だって。うんうんうん。お金貸してほしくて。いくら？100万？まあ、10だったら嬉しい。嬉しい。うん、10万じゃ全然足りなくない？でも、10万貸してくれて、それがあ、またギャンブルで増やす。あ、そうそうそう。
かもしれないじゃん。勝つかもしれないじゃん。半年前から結構来てくれてて、まあ、僕らも結構お世話になってるんですけど、うん、例えばね、家族が大変とか、なんかいろいろ大変、こんなことがあってっていう理由だったら、別にお金、まあ、僕も貸したいし、でもなんか、ギャンブルで減らして、でまたギャンブルで増やそうとしてるのは、またちょっと違う。それで10万円かけて、また10万円なくなったらそれはどうする？まだ10万円貸してって、勝つか負けるから勝つかもしれないじゃん。まあ、勝つかもしれないけど、まあね、負ける可能性もあるわけだから。まあ半年間そうやって一緒にいて、まあ、関係性も今できてきて、うんうん、やっぱそのお金の貸し借りってそのいいことばっかじゃないし、悪いことにも過去にもそういう経験があったからこそ、それで関係が 悪くなりたくないし、額が10万だったら別に貸せないことはないけど、それで貸したところで関係性が、ね、悪くなったら俺は嫌やから。ちゃんが大変なのは分かるけど、その額とかでもなくお金の貸し借りはできないかな。でも5万円か1万円5万円か1万円次は絶対1万円。あー、まあ、完璧にね。そう、なんかそういうパワー感じるから、タク君のためにも本当に頑張るから。1万円1万円でも関係性が悪くなるし、ちゃんと綺麗なお金でギャンブルとかじゃなく頑張ってお仕事して、それで金返してほしいなと。ちゃんと勝ちに行きます。戦い方して？戦い方して？まあ今まで1万円とかで勝ってきたかもしれないけど、ごめんね、俺もこうやってちゃんがお店に来て会いに来てくれてすごい嬉しいし、のためにしてあげたいけど、今まで通りね、仲良く、今は半年だけど、これからも何年も一緒にいたいから、お金の貸し借りは嫌かなと。ギャンブルもやめて、ちゃんとお仕事して頑張ってお金返していく。まあ、取れる範囲でも全然僕らも嬉しいから。そうだね。それでまあ、ハク君にさ、会いに来てさ、それでなんかちょくちょく、まあ進捗っていう話とかいろいろ聞かせてる。うん、そうだね。お金使う使わないとか関係なく、俺、うん、はちゃんとお店に来てくれることが嬉しいから、うん、会ってくれることが嬉しいから、うん、ギャンブルやめて、うん、それの高で、うん、そうだね、これの範囲で、そうね、これの範囲で範囲で来てくれたら嬉しいから、まあ、またギャンブルやりたくなったら俺が話すから、それを話してまたね。本当に、うん、本当に今の本当に可愛いから。私むちゃくちゃ好きだから、うん、完璧に反省しよう。今日で終わりで、これからも約束で、はい、約束、はい、じゃあ約束の乾杯で。一月前なんか来た時はギャンブルとか全然ハマってなかった子なんですけど、なんか今日来た時ギャンブルなんかめっちゃハマってたんで、すごいびっくりしました。まあ、なんかこれからちゃんと更生してギャンブルせず、まあ、ちゃんとしたその綺麗なお仕事でお金貯めて、その更生できたらいいなと思ってます。